はいどうも皆さんお疲れ様です。メントスコラです。今日ちょっと試合の振り返りする前に、ちょっとタイトルの方にも書いてるんですけども、まあ中田翔選手にちょっと、言及させていただきたくて、まあ中田翔選手ちょっと事件を起こしてしまって、まあ、ツイッター上でもいろいろ物議がね、かもされているんですけども、これについて私なりの意見をちょっと言わせていただきたいなというふうには思います。まあ本当にいろいろね、否定的な意見が多くて、まずはなぜ巨人取ったんだとかね、巨人ね、取ったのはいいけどスタメンで出すな。まあスタメン出してさらにホームラン乗ったのに、まあ、ファンは搾取するなとかいう意見がね、多く出ているんですけども、まずは、まあ、巨人取ったってところは別に僕悪く全くないと思うんです。むしろ当たり前のことかなというふうには思ってて、まあ、中田翔選手が悪いっていうところはもちろん大前提なんですけども、まあ、価値があるね、戦力になる選手が無償トレードという形で市場に出ている上、それは飛びつくかなというふうには思いますし、取ったんであればスタメンでね、使うかなというふうには思いますし、そのスタメンで出てホームランを打った、しかもそのホームランっていうのはね、今日1点差に、追いつくようなめちゃめちゃ価値があるホームランだからファンはそれはね、いろいろ感情あるかなというふうには思いますけども、それは拍手もするし自分のチームの選手なんだから応援するわっていう話だというふうには思うんです。なのでこの中田翔選手の、一連に関しては、まあ、中田翔選手の、ね、当事者がねやってしまったってことがね一番悪いかなというふうには思うんですけども、僕巨人は全く悪くないかなというふうには思うんです。まあ、もちろんね、中田翔選手は僕は擁護する、ところはないかなというふうには思うんですけども、巨人が悪くないっていうのは大前提で、一番悪いのはやってしまった中田翔選手。それに対して日本ハムの対応、僕はこれ一番かなというふうには思ってて、なぜそんなにね、謹慎もね、長くない中ですごいトレードに出して、ファンへの支えもなし、ここが一番かなというふうには思うので、巨人が悪くないっていうところは大前提で、日本ハムの、球団対応が僕は、全てかなというふうには思いますので、ちょっと両側の中で言及させていただきました。すいません。はいどうも、メントスコーラと名乗るものでございます。本日もね、 DeNA の振り返りの動画撮っていきたいなというふうには思っております。いや本当にね、すごい巨人戦いい感じで勝つことができまして、2つ勝つことができましたので、今日も勝って、3連勝を目指していきたいという試合だったんですけれども、まあ結果を申しますと4対4で、引き分けに終わりました。まあ内容的に見れば、ね、4対1で勝っていて、そこからね、中田選手のホームラン、ウィリアー選手のホームランで同点に追いつかれてしまって、まあ、引き分けというところですので、まあ、できればね、勝ちたいというようなゲームだったんですけども、まあ、トータル的に見ればね、もう2勝で、まあ、1引き分け、巨人戦連戦で負け0というところですので、この負け0っていうのがね、一番いいかなというふうには思ってて、まあ本当にね、まあ勝てた、勝ちたかったっていうのが本当大前提ですけども、まあ良かったんじゃないかなというふうには個人的には思ってます。ということでね、選手の活躍を見ていきたいなというふうには思います。選手の活躍はこんな風になっております。はい、そうですね、まあ、桑原選手ね、もう2安打放って首位打者に浮上したというところでおめでとうございます。まあ、森選手今日はね、5打数の0安打で5タコっていうところだったんですけども、やっぱまあ対左に課題があるっていうところで、まあよくね、出場させてくれたなっていう中でね、最終打席もね、ビリア選手の160キロ超えの球を、ファールでカットしていたりというところで、まあ5打数の0安打で、結果は出なかったんですけども、とてもいい体現になったんじゃないかなというふうには個人的には思ってます。マスト選手もね、ホームランが出たりというところで、宮崎選手も同じヒット、調子が上がってきたなーというところもありますし、まあ打線はね、まあ、追ってほしかったっていうのはありますけども、まあ問題ないんじゃないかなというふうには思っています。まあ投手リレーの方はね、まあ今永選手、まあ、いつも7回で捕まってしまうっていう感じですよね。まあ、球数がね、80球超えたあたりからいつもスタミナがね、怪我明けというところで、心配になってくる部分もありますし、まあ、今年はこんな感じが続くのかなというふうには思いますので、無理せず無難にね、今日6回変えたら、勝ちてたかなというところもあるんですけども、まあ、あればっかりはね、内容的にもう1イニング行かせるべきかなという内容でしたので、まあ、ここはね、結果論かなというふうには思います。その後の山崎選手と三島選手、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。はい、最後にメントスカルト選手を決めまして、今日の動画終わっていきたいなというふうには思います。今日のね、メントスカルト選手はね、桑原選手にね、ぜひ会いていきたいなというふうには思ってます。メントスカルト、おめでとうございます。はい、まあ今日はね、引き上げということなんですけども、まあ3連勝中に変わりはないですので、月曜日、火曜日からまたね、阪神戦始まるので、きっちりここ勝っていきましょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもこんな感じで撮っておりますので、またね、見てください。それではね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。今日はあんまり元気できなかったらごめんなさい。
Going 外、立ち前を外、君は嵐のカリビアン、見せつけてやれ、パワフルスイング、外、外、外、レッツゴー!